こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。潜在意識はわからないものと普通は考えられていますね。確かにわかりにくいものですが、わからないままだと潜在意識を直したくても直せませんね。どうすれば自分の問題点を見つけることができるでしょうか。ということで、今日のテーマは潜在意識の問題を見つける方法です。さて、こんなシーンをイメージしましょう。冬の最中に半袖で歩いている人がいます。一般的な日本人なら、こんな人を見かけたら、大概の人はこう思います。うわぁ、寒そう。きっと風邪をひくに違いない。でも、その人は寒くないから半袖で歩いているのですよね。世界には色々な人がいるので、感じ方も色々です。でも、自分ならば風邪をひくと思ったら、他人に対してもこう思うのです。それは、自分の体験に基づいているのでしょう。つまり、相手に言いたいことは、実は自分の思い込みや体験を基準にしているので、自分の潜在意識の思いがわかるのです。例えば、同僚が残業をしていると、そんなに仕事をすると倒れるよ。無理しないでと言っていませんか？ということは、自分だったら、そんなに仕事をすると倒れると言いたいのです。でも、よく考えると、すごく働いているのに、とても元気な人もいるかもしれません。その違いは潜在意識の思いの違いです。こんな風に自分の潜在意識は人に言いたい言葉から推測ができます。そのことに気づいたら、次はこれは思い込みでそうなったのかも？と疑ってみましょう。そして改めて、もし改善できるならば改善したいだろうか？と自分に問います。よく考えてみると、実は改善したくないということもあります。それはなぜでしょうか。第26回の動画では、幼稚園に行きたくないことから、お腹が痛いと嘘をついた例をお話ししました。つまり、何かから逃げるという目的があったから、暗示が始まったのです。もし、元気だったら、幼稚園に行かないといけません。これは、大人の今でもやっていることかもしれません。例えば、職場で飲み会に誘われて、行きたくない時には、今日は体調が悪くてと嘘をつくかもしれません。そして、元気のないふりをするでしょう。これが暗示です。何かから逃げたいという目的があるために無意識に暗示をかけてしまったのです。つまり、このような暗示を解くには、潜在意識の自分に、その暗示はやめなさいというだけではダメで、逃げていったことをやる覚悟が必要なのです。直したい時には、インナーチャイルドを呼び出して、次のように言いましょう。あなたは疲れていたらやりたくないことから逃げられると思ったのね。だから疲れたって暗示をかけたのよね。その暗示をやめなさい。あなたはとても元気なの。本当はもっとパワーがあるのよ。そして逃げていったことをやりなさい。それはそんなに大変なことではないよ。ちゃんとできる自分の方がもっと好きになれるよね。誇らしいよね。どうですか？その子はにっこりしましたか？にっこりしたら修正できますよ。ぜひ続けてくださいね。